皆さんこんばんは。こんばんは。ショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい。まあ、編集とかしてる時に音楽聞きたいっていうところで、はい、うん、夜の BGM とかで探すと、うん、夜景のディズニーランドみたいなのが出てくるんですね、はい。それはディズニーシー、行ったことあります？あります。好き嫌いディズニーランド、まあ、別に普通。君は全部普通っていうな。そんなにハマるほど好きでもないし、行ったでも行けば楽しめるし、はいはいはい、うん、あの何ですかね、あの多幸感は。あ、ディズニーランドのすごい、なんですかね、すっごい作られてるというかあのいい仕事してますよって感じ、うん、はい、いい仕事してますねって感じ。隊長そういうとこ見てます？うん、なんかこの例えばあのディズニーシーだと、うん、こっちからこっちに行くのに、うん、あの汽車が走るじゃないですか、はいはい、あれ乗ってると、うん、こうやって僕が手振るじゃないですか、うんうん、天皇家のように、はい、あーって手振ると、うん、みんな手振るんですよね、うん、みんなというのはスタッフ。スタッフはもちろん、うん、あ、気づいた人たちも手振るんですよ、うん、なんかもう世界がディズニーランドならいいのにとかって思いません？うんうん、なんだこの多幸感はでも決して地下鉄とかでこうやって手振るじゃないですか、うん、誰も振り返さないですよ。変なやつですよ。変なやつですよ僕ここで手振るじゃないですか通った人に、うん、変なやつがいるですよ。たまにはニコって笑ってくれる女の子いますけどね、うん、はい、えってか、あ、もう本当そんな感じ、そんな感じ、うん、そんなディズニーランドのなせる技か、うん、その夜景ディズニーランドっていうのを見ると、うん、ディズニーシーの閉店間際みたいな、はい、暗いところの、うん、なんかそのそれを撮ってるみたいな、うんうん、画像に合わせて、うん、まあなんかだからあの大きな池の前、池をボートがなんか走ってたり、うん、なんか片付ける清掃車が走ってたりするんですけど、それを流しながら、うん、なんかそのディズニーの音楽がちょっとなんかオルゴールチックな感じで流れるみたいなところで、うんうんうん、あの聞きながら編集とかしてるんですけど、はいはい、それにもやっぱりコメントは集まってくるんですね。でそのコメントを読むと、うん、なんかその妻と最後に出かけた旅行先がディズニーシーでした、うん、これを見るたびに妻の面影を思い出します、うんうん、みたいなのに始まり、うん、今日も会社で怒られました、うん、なぜこんなに世界は生きづらいんでしょうか、うん、なんかここに来ると、うん、なんか幸せなメッセージがいっぱいで涙が出ます、うん、みんなに幸あれみたいな、うん、コメントがバーって並んでるんです、うん、生きづらい人が溢れている、うん、と思っていたら、うん、やはりあのこの我々のところのコメントでも、うん、INTP の女子ですと、うんうん、動画内で、うん、女性は生きづらさを感じている人が多いかもしれないとおっしゃられてましたが、うんうん、まさにそうだと、うん、要は INTP、うん、女性が少ないって言われてますよねと。で、まあ、だからその理解されづらいからっていう動画の中で話してたんですけど、うんうん、まさにそうだと。マイノリティってことですよね。そうですね、うん、でこの社会の構造や仕組み等について考えを、うん、まあ、思考の迷路に迷わせ、うん、なぜこのような仕組みになっているのだろうと思索し、うん、分析すると納得できないことが少なからず出てきますと、うん、自分が納得できないものは行うだけで無駄と考えてしまう、うん、お前らバカかと、うん、そんなこと思ってないっておっしゃってますけどね、他の人が、はい、うん、でよって社会に対する反抗心が芽生え、うん、逆らいたくなることがありますと、うん、ですがこの社会に生きている一人の人間である以上、うん、社会の流れに逆らうと自分が不利益を被るだけだと、うんうん、こうした葛藤の末に生きづらさを絶賛感じ中ですと、うん、絶賛生きづらさを感じていると、うんうん、で何度か無意味な人生を終わらせようと感じたこともありますと、うん、行かないで、うん、遊びに来てでこうした時は哲学書をとりあえず手に取って、うんうん、心を落ち着かせると、うん、それをここで喋って二等兵に教えて、うん、で多分私はこれからもずっとこのような無意味な思考を繰り返すでしょう、うん、おえつしても普遍的世界さん、うん、すごい名前ですね。なんかあのそうですね、うん、どっかのバンドみたいですよね、うんうんはい、おえつしても普遍的世界さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひその哲学の考察二等辺に聞かせてください、うん、とか、うん、こんにちは、うん、INTP と診断された女子高生です、うん、とうとう、うん、我々、うん、ティーンエイジャー、はい、
なんか女子高生そんなコメント前、はい、そんなコメント前もした気がしますけどね。これ多分前は多分女子大生ですよ、うん、女子大生でしたっけ。女子高生はないです今まで、はいはい、二等兵調べ、はい、女子高生ですはない、うん、で私の高校では生徒だけで、まあ、実験や研究もやるが、うん、実験方法など同じグループのこと話し合っているときに、うん、矛盾している点や、うん、論点から外れている点を見つけると、うん、指摘したくなってくると、うん、ただ指摘をしたくなるんだけど、うん、その議論のすべてを一回聞こうって思うので、うんうん、話すのが一番最後になる、うん、から、うん、タイミング的に、はい、今それ言うみたいな。あ、でも僕もそんな感じですけどね。それさもう10分前に話したよね、うん、私、うんうん、今みたいな、うん、のがあって疎まれたりすると、うん、でもなんかその場の空気や興味のない人間関係より正しい議論をする方がいいことだ、うん、って考えるので、うん、10分後でも我慢せずに言いたくなる、うんうん、で趣味は広く深くですと、うん、という丸ごといちごさん、はい、やっぱりいちごが好きなんですかね、うん、っていうこの多分この丸ごといちごさんお父さん我々と一緒ぐらいですよ。いつぐらいですよ。年下かもしれない、うんうん、っていうところで、はい、この生きづらさ特にやっぱり内向的なのかなと。あ、まあ、内向の人が生きづらいのかもしれないですけどね、はい、生きづらいと感じている、うん、本当にどうかは、まあ、うん、あ、まあでもそっか、生きづらいって感じるなら生きづらいんですよ。そう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 、はい、生きづらいって感じるなら生きづらいんですよ。